いただいたご寄付でもって、新図書館の方では、このような形で、先島ガスさんの名前を入れた、これはブックスタート用のバッグですけれども、バッグであったり、子どもたちのための絵本であったり、それから保護者のための子育ての本であったり、たくさんの本を購入することができました。本当にありがとうございます。で、私立図書館では、開館図書館の規約で、特定に特化した文庫を設置することはできないんですけれども、これまで先島ガスさんからいただいた寄付金で購入した図書につきましては、購入し、装備した段階で、先島ガス基礎資料コーナーということで、設置しまして、市民の皆さん、利用者の皆さんに見ていただいた後、子どもたちに新しい本を貸し出しすることができました。図書館ではたくさんの方が本があるんですけれども、なかなかたくさん、貸し出ししておりまして、古くなっている本がたくさんあります。ですので、新しい本を購入できることは、図書館にとっても本当に、助かりますし、子どもたちにとっても非常に喜んでいただいております。重ねてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。そして平成29年度、今年度もまたこの子ども読書週間に合わせてご寄付をいただくということで非常に感謝しております。これから富城豊社長から、教育長に対し寄付金の贈呈を行います。よろしくお願いいたします。